大沢源氏です。まあこれね、はい、まだ酒井さんを迎えて、はい、鬼越トマホーク酒井です。鬼越トマホークの酒井さんですね、はい、絶対に見てほしい神試合、はい、これね、まあ、第1回やりましたので、はい、今回ね第2回大会を、そうですね、酒井さんの方で何か試合を紹介してもらってちょっとやっていきましょう。発表しちゃっていいですか。はい、じゃあ僕の、絶対に見てほしい神試合は、こちら、大沢健二 vs 前田義郎です。ありがたい。違うじゃないですか。違いますか。いやこれいいっすね、はい、あれ大沢さんと前田さんの試合はすごかったですよ。 ですか、はい、ありがたいっすね。あれもいずれあげることになるかもしれないです。あ、お願いします。いやいや、そんなことないです、はい、僕が、見てほしい神試合はノゲイラ vs ミルコです。これもね、いや、まあこれね、分かりやすいというかね、はい、もう分かりやすいですよね。そうですね、やっぱそのまあ前回第1回で桜庭ホイスをやって、うん、あれが要はやっぱみんなもうプライドに夢中だった時代の第1章が、うん、やっぱ高田ヒクソンからの因縁があって、桜庭がグレイシーハンターとして、うん、地位を確立するも、うん、やっぱちょっと階級っていうのができてきたじゃないですか。うそうですね。でマーク・コールマンが優勝して、あ、やっぱヘビー級はヘビー級で、軽量級とやらしちゃいけないみたいになってきて、でマーク・コールマンがプライド王者みたいに、でみんな強いけどなんか納得いってなかったですね。マーク・コールマンに感情移入できなかった。できてないです。そんな時にリングスから来たのがアントニオ・ホドリゴ・ノゲイラ。いや、すっげえ説明っていうか、もう流れがめっちゃ上手ですよ。もうそれすげえうまいっすね、今もう今、なんか、はい、あの当時の情感が情感がすごい出てきました。そう、はい、そうなんですよ。で、みんなやっぱノゲイラに期待しちゃったのが、やっぱプライドの当時門番だったグッドリッチを簡単に下からの三角、ええーと思いましたよね、はい。あれでやっぱ僕も当時柔道とかやってたんですけど、下からの三角、下からの関節が流行ったんです、ノゲイラのおかげで。そうですね、下のからの方がかっこいいぞみたいな、上から決めるよりも。ヒクソンみたいにマウントでパンチでチョークじゃなくて、あえて下になって相手をコントロールしての三角が大流行りしたんですよ。グレイシー柔術じゃないブラジリアン柔術がノゲイラによってこれ面白いぞ。いや、あれの時格闘技ジムみんな下からやり始めてましたからね。そうなんですよ。ノゲイラが日本に何んですか、与えた影響っていうのが、下からの寝技は多分ノゲイラから、はい、もうみんな下からやり始めて、はい、それでそれに飲まれないというかやつは上から叩くんでみんなやられちゃうんですよ。そうですね。そうなんですよ。ノゲイラがちょっと強すぎただけですね、下からが。はい、で、コールマンをもう簡単にフィジカルが強いコールマン、あれよあれよとやりたい放題やって三角締めで、まあ、最後三角腕ひしぎみたいな感じで、あの時もうノゲイラとんでもないやつ現れたぞと。あれで試合やるまで言ってもレスラーのなんかちょっと前の時代が僕らのやってた選手側の感覚からするとノゲイラの戦い方って下からやるのってもっと前のもっとちょっと前の世代という僕日本人で言うと柔術家のやつで下からでだけどレスラーにみんな殴られてたんですよ。はいはいはい。だけどもう一回やれるってなって、もう一回やれるってなって、そう、その時でマーク・コールマンの方が、あ、マーク・コールマンがやったらもう一回やっぱレスラーが勝つだと思ったらノゲイラが勝っちゃって、はい、あれってなって変わったんですよ。はい、あとノゲイラはやっぱそのグレイシーのやっぱ弱点であったボクシングテクニックとか、そうなんですよ、それが最初からあったんですよね。そうなんですよ。はい、打撃の威力は、まあ、さほどなかったですけど、うんうん、だからボクシングプラス下からの柔術、ブラジリアン柔術、これでもうほぼプライドでは絶対王者でしたよね、うんうん、セームシュルトとかも決めたりとか。そうですよね。でもこの下からを流行らしたノゲイラにまたリングスからヒョードルが来て、そうですね、でそこでヒョードルがもう完全にノゲイラをもうフルボッコにしちゃったわけですよ。下から決めようとしたら
で、やっぱノゲイラがもうあれ攻略されたぞってなって、はい、でこれからもヒョードルの時代だってなるほどなやつがなってる時期に、こう今聞きながら思い出してますから、はいはいはい、すげえな。その時期は本当ヘビー級三国志でしたから、ノゲイラと、ヒョードルがあってヒョードルが勝って、でそこに、もうプライドのもう要は大晦日のなんか格闘技の興行のライバルである K1、まあ K1 の方が老舗ですけど、最初は協力的だったんですけど、やっぱ立ち技と総合でね仲悪かったみたいなのあったじゃないですか。やっぱその経営者同士も癖ありましたしね。そうですね。でやっぱ結局 K1 が対プライドみたいな構図が出てきて、その K1 からの資格、最強の資格として、そこだそれ来たのがミルコクロコ。そうなんですよ。だから対立構造が半端じゃない生まれてたんですね。半端じゃなかったです。 K1 対プライドもある中で、でもやっぱ総合で戦うってなった時に、やっぱそのあんだけ K1 で強いバンナも安田忠夫に負けたりしてるから、結局寝技があったら K1 ファイターは対応できないみたいになったのが、唯一身体能力で対応したんです。これね、もうバッタバッタと強いやつをね、まずミルコの一番すごいのが、打撃もすごいんですけど、単発の打撃強いじゃないですか、あの K1 ファイターのコンビネーションというのも、それが総合向きだったのと、あともタックル切りがそうですよね、えぐかったんですよね。びっくりしましたもんね。藤田和幸のタックル全部切って、もう結局寝技に持ってかせなければ、全然じゃあバンダレーシューバーとかとも別にスタンド勝負だったらミルコの方が強い。これね、真面目な話、僕ミルコちょっと見てから、僕寝技師だったんですよ。だけどあれパンチが好きで、でミルコ見てから、あ、寝技やんないで、あれ打撃だけで、あとはタックル切ってこうっていうふうになったんですよ、はいはいはい、それがもうだからなんすかね、産業革命が何回か起こってるんですよね。そうですね、ノゲイラが起こして、あの当時って格闘技ってちょっとあったら流れ一気に変わったじゃないですか、はい、そうなんです、そうなんです。それで結局ブラジリアン柔術ノゲイラ下の決めあっての、またちょっとヒョードルが完璧に攻略した中で、もう外敵としてミルコが完全タックルを切る、ストライカー、ここに来るまで確かミルコ無敗だったんですよね。無敗でした。桜庭さんとかももう負けちゃいましたし、藤田和幸も、で、あのヒースヒーリング対ミルコで、もう絶対ヒーリング勝つと思ってたんですよ、プライドファン。お前すげえ覚えてますね、はいはいはい、ヒーリング、テキサスのね、はいはい、で、ヒーリングが勝って、ミルコその時ヒールでしたから、今でこそ日本人はミルコ大好きでしたけど、その時はもうミルコが憎くて仕方なかったんですよ。いや、憎くてしょうがないですよね。で、ヒーリングはもうお祭り男、もう大人気でしたから、陽気だね、それヒーリングがなんだかんだ手こずるけど寝技持ってって、ミルコを膝とかで打ちのめしてくるんじゃないかと思ったら、もうミルコがやっぱヒーリングって今でこそね、バレちゃいましたけど、やっぱ穴だらけなんですよ、技術的には。タックルも下手だし、スタンドも下手なんですよ。そうですね。それを完璧にタックル切って、逆に4点膝でダメージ与えて、最後、左ミドル切って。そうですね。あれで、ノゲイラの下からの三角かっこいいと思ってた人が、ミルコの左ミドルと、左ストレートと左ハイかっこいいってなっちゃう。左ミドル、左側の全部ですよね。左利きかっこいいみたいな、左大左利きブームみたいになったじゃないですか。すげえわかりますそれ。いや、めっちゃ今記憶が呼び起こされてて、あれがもう、あれがノゲイラが与えた衝撃よりもさらに、で、ノゲイラがヒョードルに攻略されて、これ大変なんでね、はい、下ろしちゃいました。大丈夫ですよ。いや、本当にあそこまでの、行くまでにものすごいありましたよ、複雑な、はい、機運というか対立構造もすごくて、はい、で、絶対王者ヒョードルは、やっぱ怪我しやすいんですよ。そうなんですよ。で、結局欠場が多いんですよ、最強なんですけど。そうですよね、タイトルマッチだったんですね、はい、ね。で、ヒョードルが、普通にノゲイラを攻略して、ノゲイラはもうちょっと評価下がってる時期で、そうですね、下がったんですよね。で、ミルコが K1 から入ってきて、おい、ヒョードルとやってやろうじゃねえか、で、ヒーリング倒して、まあまあ、ドスカラスジュニアとかいろいろ、ボブチャンチンも、ボブチャンチン戦もね、みんな幻想、衝撃だったんですよ。そうですね。プライドで、ヒョードルを抜かせば、ストライカー最強ボブチャンチンみたいな、そうですね。あれがやっぱ K1 のトップのミルコでやったら、
あんな簡単に KO されちゃうんだみたいな。あみんなボブチャンチ大好きでしたから。ボブチャンチ好きでしたね。あれ完全に左ミドル子供扱いだったじゃないですか、スタンドでは。いやっていうか、はい、すっげえ思い出してきましたよ、はい、あの当時やっぱ一番プライド好きだったんで。めっちゃ思い出してきて2ヶ月、要は3ヶ月に1度ぐらいのプライドとか2ヶ月に1回ぐらいになったのかな、はい、あの武士道が、はいはい、あの3ヶ月に1回もうスカパーの前でもういつちゃんと押して買ってましたから僕今最高の時代ですよね、はい、何でもすぐ見れちゃう。そうですね。全然録画できてないことなんかいっぱいありましたよ、VHS で。そうですね。3500円ぐらいかかりましたし。高かったですよね。親に内緒で買ってましたからね、僕は。何この高い。しかもあれ、1回買って、その再放送も3500円ですよ。そうですよね。2万ぐらいいっちゃった。そうですね。さらにエッチな番組も買ってたんですよ。めちゃめちゃ怒られてましたよ。すげえ覚えてますね。はい。その当時はもう高校生ぐらいで一番格闘技好きだったんで。いや俺そうだ、だからここの時とか、はい、僕格闘技始めてたんで、この試合東京ドームですよね。ああそうですそうです。はい、あと埼玉スーパーアリーナとかも結構ありましたね。ありましたね。これ多分東京ドームだと思うんですけど、俺ここら辺の試合をチケットを買ってなくて、でみんなでお茶の水の話術研修会東京本部で練習したんですよ。とあと、あ、飯田橋にも RGW っていうのがあって、はい、もう本当に東京ドーム近くて、練習終わったらみんなで、ね、東京ドーム行って中入れないですよ。でも隙間から見えるスクリーンをこうやって見て。ああなるほど。まあそういう時代でして、本当にもうだってリングサイド10万とかでしたもん。そうですよね。あれおかしな、みんなバグってたんですよ、やっぱプライド熱が。いやあれやばかったですよね。で芸能人とかもリングサイドにいて、でもそうですよね。その中のその桜庭さんとかグレイシーが築き上げたプライドの一つのもう人類最強60億分の1っていうテーマの一個として、やっぱミルコ・ヒョードルが組まれたんですよ、うん、その当時。そうですよね。もう最強ストライカーと最強コーテ。そうだそうだ。ただヒョードルやっぱ怪我が多くて、うん、怪我ちょっと手術するみたいになった時に、うんね、ミルコの相手、ね、ミルコがもうそれがヘビー級暫定王座決定戦がこれ、うん、相手誰だみたいな、うん、じゃミルコ一人やってないやついるだろうってなって、うん、ノゲイラだったんです。そうですね。急遽ノゲイラ。そうですね。でみんなノゲイラ好きだけど、いやミルコちょっときついよっていうね、勝っちゃうんじゃないか、うん、ちょっとな、いやちょっともなんかみんなミルあのノゲイラ好きで、いやちょっとここでミルコとやんのやめてよっていうところありましたよね、はい、で結局もうノゲイラもそこ見えちゃってるんじゃないかみたいな。で結局そのノゲイラ寝技は絶対ノゲイラの方が強いけど、ノゲイラのタックルって当時どうやってクワガタ、はい、クワガタタックルって言われてたんで、もう全部切られるだろう。どうやってタックルで倒すの、はい、で結局案の定もう試合迎えたら、うん、まあ、1ラウンドもう面白いように切られて、で引き込んでちょっとやってみても殴られて、はい、で殴られて、結構そのミルコはフィジカル強いから、そのノゲイラってコールマンにも絶対パウンド打たせなかったけど、うん、やっぱ鉄槌とかやられてましたもん、ね、やられて、あの当時の勢いからしてミルコもイケイケだったじゃないですか、うん、寝技の怖さ知らないんで、うん、そうですね。で結局1ラウンド目も1ラウンドの最後に、はい、ノゲイラ倒されたんですよ、左ハイで。そうでもうほぼ TKO みたいな感じだったんですよ、ね、だって、はい、レフェリーが入った時に、はい、あのノゲイラどっちか分かってないし、ミルコも勝ったーみたいになって、はい、どっちみたいになって、いやいやいや時間時間みたいな時間で、あれもう UFC のレフェリーだったら止めてましたよ、ね、判断早い。そうですね。やっぱノゲイラは打たれ強かったんで、実は本当に不屈の…で、多分もしこれが続くようになったら、あのノゲイラの試合絶対上げるような試合もあるじゃないですか。だからあんま言わないですよ、はい、打たれ強い話も。ボブサップの話とか言いたいですよね。そうですね、確かに。でもこれ絶対言いたくなる話だから、絶対言いたくなるんで、そうですね、やめときましょうね、もうね。で、結局試合振り返ったら、その1ラウンド目はもうミルコの圧勝ですよ。そう、もう間違いない。で、ノゲイラもレベル高いけど、あ、ノゲイラですらもう攻略されちゃうんだみたいな。これ2ラウンド目は普通にノゲイラが KO されて、うん、ヒョードルとミルコが戦うんだと思ったら、2ラウンド目なぜか開き直った
ノゲイラがあのクワガタタックル奇跡の一発、そうっすね、すぐテイクダウン取って、でみんなもあれ、これって、ね、1000回に1回のチャンスだぞみたいな、はい、それでもミルコもあの時フィジカルすごかったですから、なかなかノゲイラでももうすぐ決めに行けずに、もう無理やりブリッジで、あ、これまた返されると思ったら、それをもうノゲイラ狙ってたんですね。そうですね、裏十字っていうんですか、腕ですね、腕を取って裏でね、裏で取って、でこの状態で初めてミルコがこうタップするんですよね。いやプライド高いミルコが、すげーびっくりしましたね。あの時の会場の盛り上がりはもう桜庭ホイズの、あの結果が決まった時ぐらい、いや、すいません、佐賀さん、はい、あれほどじゃないと、あれほどじゃないですかね、やっぱあれほどじゃないと思います。でも、瞬間の、やっぱ、なんですかね、ノゲイラのやっぱ倍返しじゃないですかね、あれ半沢直樹でいう、倍返しじゃない、あんだけやられてて、そうですね、だからあれで、ノゲイラの、あの、うわほんとこいつ心強いっていうのですよね。もうヘビー級三国志に一個首の皮一枚残ったっていうんですよね。さすがみたいなね、はい、でやっぱそのもうなんつうかノゲイラって、うん、やっぱ日本人を感動させる力が、うん、アントニオ猪木みたいな感じですよ。風車の理論というか、本当ですね、いつもボコボコにされるけど最後ボロボロになりながら一本取るっていう、その日本人の DNA に組み込まれてるあの風車の理論を実践してるんですよね。いやー本当に本当に日本人愛されてましたね。愛されてましたね。で本当にあのミルコの負けからあのミルコにもみんな感情移入するようになって、うん、そうなんですよね。あれからランデルマンに負けたりとか、そうですね、いろいろしたりとかね。でもヒョードルにたどり着いたけど、うん、全然ヒョードルに勝てなくて、うん、でも最後あのプライド、うん、あのグランプリ、うん、ジョシュ・バーネット破ったりして、うん、もう優勝するっていう、うん、あそこで男泣きして、すごかったですね、あれ。ターミネーターから人間にして、人間のドラマにしたのもノゲイラなんですよね、やっぱ。いや、酒井さん、あれが分岐点、ミルク対ノゲイラが桜庭ホイスにの次のプライドの分岐点、あと立ち技と寝技っていう総合の歴史を考えても、俺ね、今日改めて、はい、Google で探そうと思うし、もしなかったら、まあ、ファイトパスで見ればいいです。はいはいはい。あれは、総合格闘技の歴史語る上でも、その当時別に UFC はレベル高くなかったですから。そう、その、あの試合が何があれだっていうのは、ドラマがものすごい あそこから生まれてったっていうところですよね。そうですね。こんなにだから、日本人なのに、まあ、人種差別するわけじゃないですけど、うん、日本人がそのプライドを見ながらその外国人たちのストーリーにこう心を打たれるというか、なんていうんですかね、その感情移入、ノゲイラにもミルコにも、まあヒョードルにもして、実際あの時のプライドの脳があるから未だに全盛期は過ぎてますけど、ミルコ、ノゲイラ、ヒョードルが戦うとなったら日本人は見るんですよね。ミルコはもしかしたらまだ上がるかもしれないとか、そんな感じですもんね。もしかしたらヒョードル、ミルコを最後に、うん、でそれがね、すごいのがヒョードル、ノゲイラ、同い年なんですよ、はい、僕も同い年なんですよ。え、山本キッドも同じ学年ですよ。そう考えるとあとバーカレンシウマ、ノゲイラ老けてますね、やっぱ。そうですよここら辺全部一緒だから、あ、だから僕、ヒョードルとか来たらお前マジ強かったな、あの頃同級生、同級生、お前マジあの頃強かったじゃんよつって、こうお前ヒョードル強かったなってやれますよ。はいはいはい、同じ学年なんで。同じ学年ですね。同じ学年にあれいたら嫌ですね。嫌ですよ、最悪ですね。最悪です。ただノゲイラとかは結構なんか、あのお前ふざけんなよつって、なんかこうやって笑ってるじゃん。ノゲイラやっぱ明るい感じありますね、うん、あとなんか何でも笑って許してくれる。はいはいはい。シウバはあんまりなんかあんま触らないみたいな、触るとこいつ機嫌損なると急に殴ってきそうだから、ね、触んなよねみたいなね、はい、機嫌いい時、シウバが機嫌いい時はあの花丸うどん食べてる時だけでしたから大プライドブーム でシウバが来日してずっと花丸うどん食べてるってことで花丸うどん永久タダとかになったんですよ。そうですよね、そうなんですよね。いや、すごいな、酒井さん。いや、あれは、あの時のプライドは僕の青春でした。いや、本当ですね。で、あの時は本当にね、
や、ヒョードルなんかもうみんな恐れ、怖かったですよね。そうですね。いや、プライドだけでも僕らすげえ上がってきそうですね。いや、とりあえずやっぱこれからこの神試合シリーズでマニアックな試合紹介するにもやっぱプライド、日本人はプライドですよ。そうですね、総合格闘技ですから。とりあえずね、ちょっとあの時代のことをまず言ってみたいな感じで続くのよね、はいはいはい。もう今あの完成形が UFC かもしれないですよ、うん、MMA の、うん、でももう総合格闘技っていう、まあシュートとかもありましたけど、あの武士道始まる前の軽量級の歴史もありますけど、やっぱドラマがありましたよあの時のヘビー級は。 で、ね、でまたね、悲しいのがこのノゲイラ、ミルコ、ヒョードルが、まあ、プライドが崩壊しちゃってからアメリカ行ってやっぱ軒並み最新型ファイターに通用しなかったってのも、うん、でもミルコはなってないんですけど、ノゲイラも、まあ、あとランページとかも、はいはいはい、チャンピオンになってるんですよね。フラン、あ、将軍もなってます、ね、将軍もなってます。卒業生たち、はい、チャンピオンになってるやつ意外にいるんですよ。チャンピオンにはなってるんですよ。ただなんかもうその後すぐね、その後ジョン・ジョーンズみたいなやつが出てくるともう、もうだから PHS みたいな扱いを受けてるんですよ。iPhone でなんかすぐにね、 PHS の最新型すぐに、ね、なんか要はもう知らないですよ PHS って。そうですね。ジョン・ジョーンズに感情移入することはないですけど、やっぱもうじゃあ将軍とかが完全にボコられた時、今の若い人 PHS って何言ってたら、あのポケベルと携帯の間にあるような、そうですそうですね、はい、あの電話ですよね、はい、っていうのまああったですよ。まあだから今回もう またね、はい、これが好評だったら、そうですね、また絶対に見てほしい神試合は続くので。でも今もう例えばね、あの朝倉未来選手のファンから入った人とかも絶対プライドは見てほしいですね。絶対見てほしい。プライドがあっていろいろ今ライジンとか、そうですね、いろいろ K1 もあるという、あれがあるからこれがあるんだよっていうところで、まあ一回振り返ってもらいたいなっていうところでね。そうです。ちょっとまた、はい、あの次回も、次回も期待していただきたいなと思いますので、はい、神試合それでは終わりましょうか。ではまた、また第3回に向けて